雫型に切った画用紙にクレヨンや絵の具で模様を描いてみました。まず雫型の型紙と白い画用紙の切れ端を何枚か用意します。型紙と画用紙を重ねて点線のところで半分に折ったら、線に沿って切り取ります。広げると雫型になっています。型紙は繰り返し使います。二つ目からは半分に折った画用紙を切り取った画用紙で挟みます。一つ内側の線で切り取ると小さめの雫ができます。同じ大きさの雫を作りたいときは、型紙の外側の線で切ります。これを繰り返して、だんだん小さな雫を作ります。小さい雫は、残っている画用紙を切り取って作りました。この雫にクレヨンを使って好きな模様を描きます。後から絵の具を塗るので白いクレヨンも使っています。模様にいろいろな色を使ったので、上から塗る絵の具は青い色をたっぷりの水で溶いたものにしました。クレヨンで描いた上から塗ると、絵の具を弾いて模様が浮かび上がります。雫ごとに水の量や塗り方を変えています。絵の具が乾いたら、好きな色の画用紙に貼って飾るのが簡単です。ぶら下げて飾りたいときは、園芸用品の鳥よけテープが便利です。普通の糊や木工用ボンドは使えないので、雫の裏からセロテープか両面テープ、テープ糊などで貼ってください。厚紙で作った雲の裏側から貼ると、ゆらゆらと揺れる雨の雫ができます。長くしたいときは、雫の裏からつないで貼ることもできます。梅雨の時期は鬱陶しく感じがちですが、お好きな模様の雫を飾って明るい気持ちで過ごしましょう。